千住から世界発信インターネット放送局 CWAVE、 毎月第2金曜日夜の8時半から9時半生放送でお届けしております。今日も元気にお届けしたいと思います。夏綺麗のなっちゃんの素顔、今日も皆さん盛り上がってください。夏綺麗です、よろしくお願いします。ありがとうございます。もう9月でございます。今日はなんと中秋の正解、名月。誰か一人ぐらい夏希って言ってくれるかなと思いましたけども、でもですね、皆さん名月、漢字で書くと名前の名にお月様じゃないですか。名月、はい、ちょっと読み替えれば夏希でございます。今日は私の日でもございますので元気に盛り上がってください。ありがとうございます。ただですね、皆さん、私普段夏希でございますけれども、場所によっては月をですね、なずきさんと言われるんですよ。私名前も心も濁ってないので、夏希で間違えないように気をつけていただきたいと思います。今日はね、中秋の名月、夏希でございますけれども、満月出てなかったですよね。ちょっとね、曇っていてお月様は出てないんですが、皆さん の頭が輝いている方もいらっしゃいますけれども、満月だらけでございますが、ね、ただ私の心も輝いておりますので、皆さん私を見て満足していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ね、本当に皆さん今日ノリがいい方が多くて、オープニングから、ね、ノリノリで歌っていただきましたけれども、食欲の秋でもございます。皆さん美味しいもの召し上がってますか？はい。お、何を召し上がりました？松茸。松茸、いいですね。私も大好きで、今出るから松茸。講演会の方にいただきましたけれども、どうですか？はあ、美味しいもの召し上がってますか？食欲の秋ね、やっぱり秋というとお茄子が美味しかったり、サンマが美味しかったり、松茸が美味しかったり、いろいろね、好みありますけれども、私も前回なっちゃんファミリーでいろいろね、お食事会などもさせていただきましたが、今年はいろいろイベントで皆さんとお会いしたいと思います。後ほど告知もさせていただきますけれども、もうね、皆さんご存知の方がいらっしゃると思いますが、改めて私のインフォメーションをさせていただきたいと思います。いつもいつもお世話になっております。相模健康センターにて9月20日金曜日2回歌謡ショーがございます。今回からですね、時間が少し早まりまして、1回目が13時から、2回目が17時、5時から、2回目が17時からとなっております。なので皆さん早めに来ていただいて、お風呂を入っていただいて、美味しいお食事、お酒などを召し上がっていただきながら、夏綺麗の歌謡ショーをお楽しみいただく。なんと入館していただくと、1回2回見ていただいても料金は同じでございます。1回目が13時、2回目が17時、5時からとなっておりますので、お越しください。そして皆さんにお伝えしたい、前回大好評でございました、じゃーん、ボーリング大会なっちゃんカップでございます。9月21日、第2回目、好評につき第2回目でございます。もうね、ご参加のご予約いただいている方もいらっしゃいますけれども、夏綺麗ファン親睦イベント第2回ボーリング大会なっちゃんカップでございます。9月21日土曜日、集合は2時半、14時半、そして開始、が15時3時からとなっております。始球式は、ボーリングがとってもうまい私がさせていただきます。前回皆さんご存知ですよね、私両手でホッと投げさせていただきましたが、あれから負けず嫌いの私、練習させていただきました。なんと今では片手で投げられるようになりました。あれ、拍手がないですけど、拍手がいや、ファンの方ですごいボウリングがね、お上手な方がいまして、教えていただいて、もう私負けず嫌いなので、今度は本当にね、100以上、もう前は100が目標でしたけれども、100は余裕で超えられるようにゲーム頑張りたいと思いまして、チーム戦でね、行いたいと思います。参加費必ず景品がつきまして、お一人3500円、3ゲームもございます。3ゲーム、代金を含み3500円でございます。今回ルール、チーム戦でございます。チーム戦で3ゲームを行い、チームの合計点と個人での合計
店でも順位を決めさせていただき、商品をお渡しさせていただくような楽しい楽しい内容になっております。皆さんね、前回も商品が景品がこんなにいいものだったのと言っていただけたんですけれども、今回も豪華ないい商品を景品を、ご用意したいと思います。場所は前回と同じでございます。南平グランドボールでございます。川口市の東両家でございます。駐車場もございますしね、この後二次会も予定しておりますので、ぜひ皆さん来るってご参加ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。もうね、皆さん楽しかったと言っていただいているので、こういうファン親睦イベントをこれからも今年はね、たくさんさせていただきたいと思います。と言いますのも、来年私5周年デビュー5周年を迎えまして、いろいろなことを計画しておりますので、皆さんね、これからも応援していただけたらと思います。10月もですね、いろいろイベントがございます。10月14日は、川口市立グリーンセンターにて、夏キレ童謡コンサート、もさせていただきますし、また皆さんもご予約いただいている方たくさんいらっしゃいます。じゃじゃん、こちらでございます。もう来ていただけるという方、拍手ください。お、もう今日ご来場の方はね、皆さん来ていただけるということで嬉しい限りでございますけれども、本当の誕生日は私10月何日でしょうか。お、なんですか。お、素晴らしい。皆さんもう一回、10月28日。素晴らしい、嬉しいですね。10月28日が本当の誕生日なんですけれども、前橋にてバースデーのね、仕事も入っておりますので、この前倒しで、いつもお世話になっております銀座ラウンジゼロにて夏キレイバースデーライブをさせていただきます。なんと愛するって怖いで有名、大ヒットいたしました、ジュンとネネのジュンさんがスペシャルゲストでお越しくださいます。ありがとうございます。10月20日でございます。オープンが17時、スタートが18時。こちら豪華な豪華な生バンドでお届けさせていただいて、ワンドリンク付きで、お一人6000円と、なっております。会場が銀座ラウンジゼロ。いつもね、皆さんお越しいただいていると思いますけれども、中央区銀座7-5-4、毛利ビル7階でございます。チケットですね、まだ、ございますので、お問い合わせなどは、NR ミュージックまでお願いいたします。このバースデーライブ、昨年は嬉しいことに満員御礼で、当日来ていただいた方もね、いらっしゃったんですけれども、入りきれないぐらい本当に盛況でして、皆さんありがとうございました。今年もぜひ皆さんと一緒に楽しいバースデーを過ごしたいなと思っておりますので、10月20日はぜひ予定を空けておいていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はお仕事の関係でトマトちゃんがお休みでございますけれども、後ほど素敵な素敵なゲストをお招きしております。いや、こちらも大切なお仕事なんですけれども、なんかオーディションがね、あるということなので、いろいろ今お笑いの方でトマトちゃん頑張って挑戦しておりますので、温かい目で見守ってあげてください。よろしくお願いします。来月もね、来月はちゃんと来てくれますので、トマトちゃんの応援もお願いいたします。ちなみに来月はインターネット放送局 CWEB は10月11日第2金曜日でございますので、皆さんお楽しみにしてください。皆さん予定はもう大丈夫ですか。来ていただきました。ありがとうございます。それでは皆さんもお待ちかねだと思いますので、ここで素敵なゲストをお招きしたいと思います。皆さん心の準備はいいですか。あの、いろいろね、あの、ダメですか、まだダメですか。あの、やはり演者の方はですね、皆さん盛り上げていただくのが一番でございます。皆さんも一緒になって楽しんでいただいて、場をね、盛り上げていただきたいと思います。それでは今日スペシャルゲストでございます。私も以前からね、大変お世話になって大好きな方でございます。松田聖子さんのモノマネで、先日もね、有吉さんの番組にも出られて大活躍の方でございます。皆さん拍手でお迎えください。とっても素敵な方でございます。皆さん一緒になって、応援してください。鎌田聖子さんです。どうぞ拍手お願いいたします。
足がウィンク勇気を出して笑ってごらんそれが君との約束だから。皆さんこんばんは、よろしくお願いします。鎌田聖子と申します。よろしくお願いします。皆さんもう一度改めて拍手をお願いいたします。それではどうぞおかけください。すいません、これもうここやっちゃっていいですか。どうぞもうやっちゃってください。いや皆さんもうね、はい、本当に素敵な方でございます。元気にしております。おかげさまで。いやね、はい、皆さん本当素敵で、はい、まさきくんはおかげさまで元気になってありがとうございます。なんかいいですね。娘のさやかちゃんはどうなの。おかげさまで元気になありがとうございます。まあ元気で何よりでございますけれども、はいはいね、改めて皆さんいかがでしたでしょうか。あーすいません、素晴らしい優しい皆さんですね。そうなんです。とってもね、でも本当に可愛くて綺麗で、いやいやもう松田聖子さん顔負け。いやいやいや、いやでございますけれども、今日はですね、はい、やっぱほななっちゃんの素顔じゃないですか、はい、なんで私も今日は衣装じゃなく素顔でちょっとやってまいります、はい、素顔でこんな綺麗なの素顔が。じゃあちょっと仕込んでますけど、ね、いやー素敵でございますよ。衣装じゃなくてね、普段着でちょっと着ちゃいます。いやいや普段着でもこんなに素敵で、もうなんと皆さんもうお分かりになったかな、はい、何でしょう、いろいろ、はい、どうしました、ね、どうしました、ね、素敵なんですよ。松田聖子さんのモノマネをされてらっしゃるんですけれども、もともと松田聖子さん、はい、本当にお好きだったんですか。大好きなんですよ。それでも似てるから。いやいや全然似てないところ大好きだから無理です。いや私も本当松田聖子さんの歌唱力とか、ね、見た目もすごい可愛いなと思って、ね、私には絶対になれないタイプなので。いやいやいや、岡村さんも素敵、偽物中の偽物です。いや今日は鎌田さんと一緒にいるので、はい、私も身振り手振りがちょっと女性らしくいられるかななんて思って、女性らしく通り越してもうねこっちの世界みたいな感じにならないように注意してくださいよ。ちょっと精密自体が偽物でしょ。本当そう、おっしゃる通りでございます。え、皆さん気づきました。気づきました。いやだ、誰もいない。工事は終わっちゃってるんですか。そんな電波に乗っけてないでください。そんな、はいはいはい、なんかあった時はこれで、はい、退出できますので。いやでもね本当に素晴らしいお歌でございますけれども、はい、モノマネをされてどのくらいなんですか。13年目ですね。13年目、素晴らしい。もう先日も有吉さんの番組とか出られて、もう大活躍。いや大活躍って言っても30秒しか出なかったんですけど。いやいやもうすごいですよね。本当にでも大活躍なんですけれども、私も以前からご一緒にね、はい、お仕事させていただいたり、ね、ラジオ出ていただいたり、本当に裏表がなくて、はい、普段からもとっても可愛くて性格もいい鎌田さん、もういろいろねこれからもお仕事をご一緒させていただけたらと思うんですけれども、今日はせっかくでございます、はい、ネットテレビなので、うん、はい、鎌田さんの素晴らしい魅力を皆さんにお伝えしたいということと、はい、やはり男性の方は松田聖子さんお好きな方拍手をお願いします。やっぱり嫌いな方いないですよね。そうなんですか。もう皆さんの憧れ、うんうんうん、ちょっと1名あまり、うんうん、
テレビでは見るけど実際はわからない。ね、それはそう、みんな会ったことないんで、そう大丈夫ですよ。私もないですからね。あの真面目な方なんで ね。でもね、松田聖子さんのモノマネなので、うん、ちょっと皆さんもね、カラオケとか行った時に、うん、私も含めて、うん、松田聖子さんの少しモノマネができたらいいかななんて、そうですか、思うので、まあ、私が教えてほしいぐらいなんですよね、ちょっと。もう鎌田さん直々に、こうしたらちょっと仕草とか歌い方も松田聖子さんになれるよっていうのも、はい、なるほど、あの後ほど教えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。今3曲メドレーで歌っていただきましたけど、皆さん曲名はわかるかな。はい、わかります。わかる、わかりますか。はい、わかる方はちょっと大きな声でわかる方、青い珊瑚礁、赤いスイートピー、はい、であともう一つが何だっけな。はい、はい、じゃあちょっとね、わ、はい、かりますか。天使の、はい、あ、天使のウィンク、あ、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。赤いスイートピーも正解でございます。はい、というか青い珊瑚礁は歌ってなかったんですけどね。そう、正解はチェリーブラッサムですね。おー、いや、いいですね。いいです、似てますからね。横文字わかんなくて、ね、いいんです、大丈夫ですよ。いや、でも3曲歌っていただきましたけれども、はい、普段は松田聖子さんの曲、はい、全部と言っていいほど歌われるんですか。はい、いや、あ、ステージでですか。あ、いやいや、もうステージはもうちょこっとしか歌わないです。あ、そうなんですか。私、はい、聖子さん以外もたくさんモノマネをするんで、男性女性も何でもごじゃれでも、ごじゃれで、はい、いやでも、いろいろやります。見た目ね、松田聖子さん可愛いっていう感じですけれども、全然もう松田聖子さんのね、あの皆さんよくそっくりさんそっくりさんって言うんですけど、私も自分のことがっかりさん。すいません、座布団持ってきてください。がっかりさん。いやいやいや、そうそうそう、ボーンって、ね、たらいが落ちてきたたらいが落ちてきた、面白いですけれども、ね、いやいや、そんなこと、本当に可愛くて、とんでもないです。もう本当にね、素晴らしいですけれども、皆さん、この中で、はい、じゃあちょっとクイズでございます。うん、鎌田聖子さん、こんなに可愛いですけれども、うん、普段いろいろなレパートリーをお持ちなんですが、うん、どんなモノマネをされると思いますか。わかる方、なんとなく想像で、大きい声で、リンゴちゃんのモノマネ。あーたーてぃんってね、私がやっても全然面白くないですよ。他に男性のモノマネもされるんですよ。あ、そうな、誰だと思いますか。よし行くぞ。あーねー、涙に、はい、あっ三河健一。あ、三河健一さんね、あんまりね、でもね、あの同業者の方はあんまりやらないかな。そうですね、他に誰かいますか。村田秀夫。あ、村田秀夫さん。すいません、はい、すいません、すいません、この、あの、身なりで、あの、春日八郎さん歌われたら逆に面白いですね。ね、今度勉強してきます、ちゃんと。すいません、勉強不足で。いやいやいや、僕らの年はそういう年齢なんですよ。そうですよね。すいません。いや、でも、ちなみに、どんな方レパートリーでお持ちなんですか。そうですね、はい、あの氷川きよしさんとか、はい、組合員じゃないですか。氷川きよしさん、そんなことないです。はい、他には郷ひろみさんですとか。郷ひろみさん、意外ですね。そうですね、でもいろいろやります。としちゃんもやったりとか。へえ、そうですね。それは、はい、もともとモノマネがお得意だったんですか、鎌田さんは。いえ、全然得意ではないです。あのテレビに出てる人のモノマネをするっていうよりも、はい、うんうん、なんかこうお友達のモノマネを したりとか。最初はそういう感じだったんですね。そうです、そうです。なんかやらずにはなんかいられないかったんですよね。特徴ある人が周りにいると。じゃあもうモノマネをすることに対してあんまり抵抗はもともとなかったですね。プラスアルファ松田聖子さんが、そう、とにかくお歌が好きだった感じですかね。そうなんですね。ちっちゃい頃からもずっとうちで一人で歌ごっこやってました。それは松田聖子さんのお歌とかが多かったんですか。いやいや、もうそんなことないですよ。ピンクレディ歌ったりとか、でも女性の歌がやはり良かったのかな。やっぱね、そうかな。いや、いいですね。いや、さっきいろいろメドレーですごい似ていたんですけれども、ただ今
氷川きよしさん、郷ひろみさんっていうと、うんうん、鎌田さんの綺麗なお声から全く想像がつかないんですが、はい、皆さんどうですか？いやでもこれ喋ってる声これだからねいやなんかその喋ってる声を操作してるような感じに、はい、あ、本当ですか？それを地声、これ地声です、全くの地声で、うん、そうです。ね、太いいお声ですけど、なんかそういうお声で松田聖子さんやるとなんかどんな感じなのかな。ただのおっさんのカラオケ、ね、いやでも後ほどちょっと皆さん聞きたいと思いませんか？本当ですか？いやでもねちょっといろいろ聞きたいんですけども、それから松田聖子さんのどうやれば近づけるかとか、そういうのも聞いて教えていただきたいですよね。大丈夫ですか？すごい真面目な顔されてますけど、ちょっとしたはい、あのポイントだけ、あ、ポイントだけね、ポイントは、はい、ぜひ。自分も明日から勉強しなきゃ。あ、さすがですいや、いいですね、ええ、あ、本当ですか？じゃあ松田聖子さんの緊張、はい、だけ掴みたいな、ね、あ、もう簡単ですよ。師匠、よろしく。いや、これからね、はい、あの松田聖子さんのモノマネを代表される方になっていただきたいと思いますので、はい、ります今日は先生として後ほどレクチャーしていただきたいと思いますけれども、じゃあ皆さん、モノマネ他にも聞きたいという方は拍手をください。あら、足りない、足りない、足りないです。拍手が足りない、あら、拍手が足りない。そこの方、拍手が足りない。じゃあ、ちょっと、じゃあ手が痛いと言ってるので、そろそろ許してあげてもらいます。じゃあ、あの、はい。あの、氷川きよしさんね。きよしのずんどこぶしをちょっと。あ、いいですね、皆さん。拍手お願いします。なんか私まですごい汗をかいてきました。ちょっとね、はい、恥ずかしいんですけど頑張って、はい、なんかあのみんなで掛け声とか、はい、手拍子とかありますか？はい、じゃ あ, あの今日はあの申し訳ないんですけど、あの聖子のずんどこぶしでお願いしますね。はい、すいません。いいですね。はい、じゃあ聖子であのお声掛けをよろしくお願いします。はい、はいはいはい、それじゃあよろしく、あ、ミュージックスターティン。はい、皆さん、はい、聖子のずんどこぶしで聖子コールよろしくお願いします。ずん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 どこ聖子、ずん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 どこ聖子、風に吹かれて花が散る、雨に濡れても花が散る、咲いた花ならいつか散る、同じ定めの恋の花。横丁のラーメン屋、赤い山のこの茶色の服、そっとめくばせチャーシューを、いつもおまけに二三まけ、ずん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 どこ、ずんずんずんどこ、ちょっと恥ずかしくなってきちゃう。おい、ありがとうございました。いやー、どうしよう。いやー、すいません、俺一番乗った。もうね、あのこういうのね、歌っちゃうともうそっちで歌う方が全然いいんじゃねえかって言われて、これはもうあれだよ、レギュラーのお話です。もうね、もうレギュラー、レギュラーの話です。本当ですか？よろしくお願いします。すいません、私、あの笑いすぎてお腹が痛いですけど、皆さんもう一度拍手を願って。いや、皆さんには分からないんですけど、浜田さんね、こっち向いた時にウィンクみたいなのしてくださるんですけど、こっち向くと図太い声のおじさんになるんですよ。本当にね、すいま
ません、私は二度おいしい思いをさせていただいてありがとうございます。あ、そういいですか、今日私がゲストみたいな。いや皆さん素晴らしい、あっいやこれはこれはこれはもっと聞いて、なっちゃんごめん、はい、シェイコちゃん好きになってみて、あ、もうなってください、よろしくお願いします、よろしくお願いします。もうすごい、もう皆さん素晴らしい、このね変わりようが、いや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 、ぜひこのフリフリのドレスを着てこの変わりようを ねやっていただきたいですけれども、先ほどからね皆さんも大変盛り上がっておりますが、はい、皆さんのお腹が笑いすぎて壊れないうちに、はいはい、松田聖子さんのワンポイントアドバイスをしていただきたいと思います。あの聖子さんは、はい、あのなんていうんですかね、やっぱりちょっとこう、うんと、こうやっぱりこうちょっとね、あの、はい、ブリ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 っていう感じ、そうですよね、そういう部分もありますよね、ちょっと例えばじゃあマイクを持った時にですね、はいはいはい、あのだいたい肩が入るわけですよ、こうやって肩が入る、肩が入る、そう、でもこうやって持ったらなんかちょっとね喧嘩売ってるみたいになっちゃうんで、なんだ俺らって感じですもんね。そう、はいはい、反対側の、はい、右手でマイクを持ったら左肩をちょっと入れるんですね、あ、こんな感じですか、はい、そうですそうです、私には似合わないですけど、ね、パチ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 ってやって、はいはい、この手をこうやってればもう聖子ちゃんになります。ああ、そうなんだ。え、せっかくなんで何名かちょっと前に来て一緒にやりませんか？一緒に。大丈夫です。あのおじさん大歓迎でございますので。じゃあね。じゃあせっかくなんで鎌田さん、この方にやってもらいたい方2人ぐらいピックアップで。そうですか。あの後ろの若い子でもいいですし。あ、じゃあ。あ、そうですね。でも。お若い方でもほら聖子ちゃん世代じゃないもんね。もう 親が聖子ちゃん世代ですもんね。本当ですか。ジャニーズ、ジャニーズ、あ、そうですか。おお、でもお客さんどうやるんだ。こうでした。はい、こうです、こうで、はい、で、こう手をこうやって、はい、いや、私の声をどうですか、素晴らしい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 、じゃあちょっともう一人そこの方、はい、誰、僕、はい、僕です、どうぞどうぞどうぞ、はい、じゃあマイクを持っていただいて、あとですね、なんか鎌田さんになんかご挨拶したかったって言って、はい、なんかご挨拶があるって、告白タイム、ご挨拶いいですか、はい、どうぞ、老人会、またあきこで、あの頃は、ちょっと待って、ちょっと待って、歯取れたよ、歯取れたよ、はぁ、聖子さん、どういうリアクションしていくか分からない、ハテナ、ハテナ、ハテナ、見えないよテレビに、とても素晴らしい、ハテナ、すいません、すいません、せっかくなんでカメラありますか、ケンちゃん、テレビの、せーの、あの頃は、せーの、あの頃は、ほぉ、あぁ、取れちゃった、取れたはいいけど、今度入れるのが大変。いやいや、聖子ちゃん、はい、それが本当にいれば、はい、これ入れれば、もうこれ聖子ちゃんやるよりもこの中の方がインパクト強いから、それでいいんじゃないですか、ちょっとケンちゃん、すいません、先月の誕生日はどうだったの、おどこ行ったの、これは先月の誕生日すいません、すいません、もう今日私お腹が痛い、じゃあちょっと、それでは元に戻りますよ、はい、あの松田聖子ですよね、やりますか、よろしくお願いします、やりますか、こうはい、こうやってカメラの下にね、もうちょっとこうですね、で顔はもうまっすぐです、なんか介護されてるみたいになってますけど大丈夫ですか、なんか介護施設で体を拭かれてるおじいさんみたいになってますけど大丈夫ですか、ね、はい、お目目かちかちして手が震えちゃう、手が震えちゃう、失礼します、違う方向に向かって、はい、ありがとうございました、拍手、じゃあせっ
ます、はい、きます、ね、どうすればいいですか。ここ肩を入れていただいて、はい、マイクはこっちですよね、はいはいはい、でもうなるべくこうもう脇を開けないで、脇を開けないで、はい、でお目目パチクしてもこうやって揺れて絶対似合わないですねこれ絶対似合わないです似合わないですか。そこじゃないちゃんとやる腕がもっともっとね、こうですか。いや違うそっちじゃなくてそっちをこうマイク持ってる方が誰がみんな先生になっちゃうですか。そうですね、やっぱり難しい。もっとこうなるよ。こう皆さん厳しいです。こうですか。こうですか。こうやったら山口もこうじゃない。そうですね、まあ、ちょっとこれから修行したいと思います。修行します。修行します。はい、修行します。やはり松田聖子さんは私にはちょっと壁が高すぎました。いやありがとうございます。何もないですよ。いやちょっとじゃあそれにここまでね皆さんにやっていただいて、はい、もう楽しい番組ですよ ね、 本当になっちゃんの素顔なのでできない私も挑戦させられるという。なるほど、ね、お客様も私に対してとても厳しい方々ばかりでございますので、まあそのおかげで楽しくね番組できてるんですけど盛り上がります、ね、それではマイクの持ち方、はい、この立ち方に続いて、はい、歌い方を教えていただきたいと思います。一つ気になるのはルをデューってやるかなっていうのは分かるんですけど、はい、他は分からないです。他ですか、はい、歌い方、はい、ちょっとみんなでね真似しましょう、どの曲がいいかな。ちょっと待ってくださいね。スイートメモリーズとか。スイートメモリーズアカペラでどうでしょうか。ですね、はい、ちょっと大げさにビブラートをやる。大げさにビブラートです。はい、例えばですね、これマイク使った方がいいですか。はい、はい、例えば、はい、その懐かしい痛みだわ自分でエコー入れちゃう、リバーブ入れちゃってるって感じですか。こんな感じです、このわー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 って感じわーすると前にもう目つきがいいですね。こういう、なんかチャレンジしたいっていう方がいるんで、本当ですか。なんか僕の方が上手いとかいう方がいるんで、よろしくお願いします。はい、なんかじゃあどうぞ。あ、カメラこっちです。すいません、カメラこっちでございます。じゃあそれではどうぞ。あ、ここでどうぞ。真ん中でね、はい、どれだけ、はい、どうぞ。懐かしい痛みだわでもお上手。ずっとすぐにずっとすぐにねはい、ありがとうございます。いい、いいお声をしてらっしゃいますね、はい、とってもいいお声をしてらっしゃいます。いや、鎌田さんは素晴らしい、褒めて伸ばすタイプなんですね。いや、皆さん分かりますか。じゃあ一緒にやってみましょうか。じゃあ鎌田さんに続いて歌いますよそうなんで、なんかすごいモノマネ教室みたいになってきちゃいましたね、これね。そうなんです。なんか皆さんのノリがあまりにもいいのですごいですね、はい、ちょっと皆さんも一緒にやってみましょう。せーの、懐かしいなんかすいません皆さん手こんなしなくていいんですよこれ、ね、志村けんさんのっていうお元気ですかみたいな、ね、あ、すいません皆さん声だけで手は震わせなくていいです。そうですね、そうですね。はい、もう一回いきますよ、はい、せーの。ちょっと待ってください。体もね使ってね、先ほど言ったね、はい、こう肩を前に入れて、はい、こう右手でマイクを持って、はい、懐かしい痛みだわなんかオカマ講座みたいになってきちゃった。ちょっと大丈夫ですか皆さん。すいません、なんか真ん中に森進一さんがいたりなんか手だけ震えてる方がいたり。でもね、森進一さんの顔真似もすごく簡単なんですよ。え、本当ですか。やるんですけど、私すごいね、お上手の方がいるんでちょっと来ていただいていいですか。いただいて。じゃあ2人で一緒にやりましょう。はい、その真ん中拍手をお願いします。どうぞどうぞ。はい、前でせーのと言ったら2人でお袋三様でいただきましょうかね、はい、いや、そんなことないいきますよ。森進一さんってね、はい、ちょっとくしゃみ、はい、以前コロッケにしたんだけどね、はい、でくしゃみがこう森進一さん、じゃあちょっとカメラさんマイクを持っていただいてやっていただこうかな。森進一、はい
で、このコメントが嬉しい。あ、じゃあメガネ取っていただいてね。はい、メガネ、はい、ね、持ってますよ。はい、大丈夫ですか。はい、お前負けるなよ、ほら。その顔でね。はい、それではいきます。3、2、1、はい。大丈夫ですか？似てます。大丈夫。すみません。あの、ね、今からご覧の方、はい、怖い人ではないので。じゃあもう森進一さん、もう一回アンコール来ます。始めますよ。三、二、一。それでこんばんはって言うの。大丈夫ですか？大丈夫ですか？皆さん拍手。お二人で。いやもうね、普段ステージじゃないと見られないような鎌田さんのね、素晴らしいネタをたくさん見せていただいておりますけど、もう皆さん大サービスですよ。鎌田さんに拍手お願いします。すみません、ありがとうございます。いやあの顔から番組見ていただいた方は何の化け物の番組だと思われるかもしれませんが、夏綺麗のなっちゃんの素顔、今日はスペシャルゲストに鎌田聖子さんを迎えして、もうね、松田聖子さんのモノマネ、立ち振る舞い、の仕方とか、今は五木ひろしさんの森進一さん、森進一さんのお顔をしていただいて、先ほどはね、氷川きよしさんのずんどこぶしを聖子のずんどこぶしでやっていただいて、モノマネ三昧ですね。モノマネ三昧なんですけれども、後ほど鎌田さんがもっと素敵な、歌のモノマネをしてくださるということなんですよ。皆さん拍手お願いします。すいません、今日はですね、私も笑いすぎて涙が止まらないんですけど。ですか、あのお顔素敵でしたね。あ、森進一さんですか。もう得意なんでね。ね、すごい、いろいろ。いや、今度、いやね、鎌田さんのステージをご覧になりたいという方たくさんいらっしゃると思いますので、そういう方は鎌田さん、どこを見ればよろしいんですか？私の、ブログですね、ブログに全部情報は載せてますので、はい、ぜひそれをブログ見てください。カタカナで鎌田聖子っていう風にやっていただくと、皆さん大丈夫ですか？名前覚えられるように、鎌田聖子、はい、ね、全部カタカナですから、はい、見ていただければ分かります。ぜひステージいろいろなところで全国でご活躍の鎌田さんなので、ぜひステージも見ていただきたいと思いますけれども、これからも松田聖子さんだけでなく、レパートリーを増やし続けてされるんですか？はい、そうなんです。素晴らしいですね、でもいつか松田聖子さんと共演していただきたいななんて私は思っておりますけども、もう夢の夢のまた夢の話です。それで先ほどの森進一さんの顔で初めましてってやっていただきたいですけど、いやでもこれからね、いろいろなところで、はい、大丈夫ですか？たくさんご要望あると思いますけれども、ぜひステージをご覧いただきたいと思います。11月にね、ご一緒させていただくステージなどもございますけれども、これからもね、いろいろラジオなどでも出ていただきたいと思いますが、皆さん、お別れの時間が刻々と迫ってまいりましたけれども、あっという間な時間です。まだありますけれどもね、ここで鎌田さんが、なんと、ある歌をモノマネしてくださるということなんですけれども、皆さんわかるかな？よろしいですよ、雨。はい、違います。いいとこ。はい。いいとこ行ってますね。お、正解なんです、皆さん。やはり、はい。はい、大丈夫ですか？いいところだったんですけど、はい、なんと、今日は夏綺麗なっちゃんの素顔なので、私のモノマネはしてくださいということです。いやー、こんなにね、嬉しいことないんですよ。いや、私はですね、夏綺麗さんの母の日にをですね、車の中でいつもこう
練習声出し練習曲にしてるんです。嬉しい。いつも歌ってるんですけど、そしたらね、なんかだん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 特徴掴んできちゃったんですね、はい、なのでちょっと今日は歌真似をね、嬉しい、させていただければと思います。ただですね、あ、お電話、お電話大丈夫ですか。私はですね、あの自分で特徴がどんな感じかわからないんですけれども、はい、やはり特徴ありますか。やっぱちょっとそれなりに特徴がありますね。なんかすごいですね、お電話が。はい、大丈夫ですか。大丈夫だと思います。はい、いや、いろいろね、私も、もう来年で5周年でございますけれども、はいはい、モノマネってしてもらったことがないので、あ、それをしていただけるっていうのは嬉しいですよね。皆さん、ちょっとね、でもね、どんな特徴があるのかって自分でもあんまり気づかないですけど、私の歌の特徴ってどんなところありますか。なんかありますか、特徴。あの歌、おーおーおーっていかない、おーおーって聞くんだよね。歌、あーおーおーって聞くんだよ、おーおーがな、おーおーって聞くんだよ。あー、なるほど、なるほど。他ございますか。声に張りがある。お、声にね、ありがとうございます。声の色がすごく綺麗ですか。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。そうですよね、だから私もね、はい、あの声にどれだけ近づけさせられるかってね、こう普段車に乗っててそっちの方にも気が取られちゃうぐらいな、嬉しいですね。皆さん、こんなプレゼントないですよ。いやでもね、なっちゃんの素顔で今日このファンの皆様の前でね、やらせていただくのってすごくこう、はい、ハードルがグッと上がってるような気がして、皆さんそんな真剣に見ないでくださいね。よろしくお願いします。そうなんですよね、そうなんですよ、この低い声でね。そんな、でもこの鎌田さん、やっちゃうんだよね。そうなんですよ、素晴らしい、拍手。いや、すみません。じゃあ皆さんもぜひ、あの鎌田さんの歌をモノマネを聞いていただいて、素晴らしいと思った方はもう大きな大きな拍手でよろしくお願いしますね。いや、鎌田せいこ、はい、鎌田せいこ、鎌田どうすればいいんだ、せいこ、鎌田せいこ。じゃあもう、あの、はい、歌います、はい、それでは皆さん、え、ちょっと待って、耳を澄まして、はい、お聞きいただいて、ちょっとじゃ あ、お部屋暗くしようかな。え、本当、お部屋ちょっとね、そんなハードルを高くしないでくださいね。スポットをね、当てていただいて、それでは皆さん、2番はなっちゃんに歌っていただいた方がいいんですか。あ、じゃあみんなで歌いますか。本当ですか。ね、みんなで歌いましょうかね。嬉しいよ、ドキドキします。それでは、え、はい、私もあの歌手になって初めてモノマネをしていただけるようになりました。鎌田せいこさんが私の代表曲母の日にをモノマネしてくださいます。皆さん、大きな大きな拍手でお願いいたします。それでは鎌田せいこさんによる母の日にお届けさせていただきます。せいこちゃん、よろしくお願いします。あれ、皆さん拍手。雨に打たれて泣いた日も、隣で優しく包んでくれたあなたの傘がなかったら、みんな枯れてしまうでしょう。いつも言葉に出せないけれど、ありがとうお母さん。あなたの笑顔に守られて、みんな今まで生きてきた。
さんもう一番一緒に歌いましょう。雨に打たれて、いきますよ。3、はい。雨に打たれて泣いた日も、隣で優しく包んでくれたあなたの傘がなかったら、みんな枯れてしまうでしょう。いつも言葉に出せないけれど、ありがとうお母さん、あなたの笑顔に守られて、みんな今まで生きてきた愛を込めて、5周年で、になりますけれども、初めてモノマネをしてくださいました鎌田聖子さんに拍手お願いします。素晴らしい。皆さん、鎌田さんのモノマネよかったよという方、拍手お願いします。お、お、お、素晴らしい素晴らしい。ファンの方ご本人様公認をいただきまして、すいません、ありがとうございました。今夜は最高。もうファンの方もですね、もう本当にこんなにこんなに喜んでいただいて大盛況でございます。はい、鎌田レイ。そうですね、鎌田レイでぜひね、ぜひ、あの、母の日にも歌っていただきましたけれども、明日へというバラードもありますので、ぜひね、その曲も覚えていただけたら嬉しいな、なんて思います。皆さん、もう一度拍手お願いします。どうぞ、それではお席にお戻りください。ありがとうございます。いや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 。いや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 。私も嬉しいですね。いや、嬉しいです。本当ですか？あの、特にこの歌をとか、そういうところとか、すごい細かく聞いてくださってるなと思って、そうなんですね、嬉しいです。ありがとうございます。毎回ですから、もう。もう本当に。簡単に宮間の覚えやすいからいいかもしれない。演歌ね、演歌もね、とてもね、覚えやすいですし、はい、明日も。本当ですか？ちょっと頑張って、じゃあ、練習がないか。本当ですか？頑張って練習したいと思います。いや、嬉しいです。皆さんぜひね、これからも鎌田聖子さん応援してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう鎌田さん、初めてネットテレビご出演いただきましたけれども、はいはい、いかがでございましたか？いや、もうネットテレビでこんなに盛り上がったのは初めてです。いや、私も本当にこんなにファンの方が喜んでいただいて嬉しい限りでございますもんね。はい、もうぜひぜひよろしくお願いします。もう母の日にも歌っていただいたので、次は明日へとか、ね、バラードね、はい、歌っていただけたら嬉しいなと思いますけれども、うん、はい、ね、そうですよね、はい、もう鎌田さんね、本当いろいろところでご活躍されていますので、ぜひカタカナで鎌田聖子、はい、鎌田聖子と、はい、検索していただいて、はい、応援していただけたらと思います、はい、いろいろスケジュールはじゃあブログに、はい、アップされているということなので、はい、もうね、鎌田さんね、皆さん近くだと分かるかな、すごい汗をかきながらモノマネしていただいてね、この気持ちが嬉しいですよね。これからも頑張っていただきたいと思いますけど、鎌田さん、はい、どうですか、モノマネ界で、はい、こういう目標とかいろいろ展望とかございますか？うーん、そうですね、まあ、あのディナーショーとかをね、やりたいですよね、はい、やっぱりね、素晴らしい、やっていただきたい。したらみんな応援できますよ。あ、本当ですか？
行きます。ね、本当にぜひ鎌田聖子さん、松田聖子さんだけではなく、いろいろ氷川きよしさん、郷ひろみさん、そして夏木れいもレパートリーにたくさん入れていただいてね、はいはい、やっていただけたらと思います。少しの間ね、鎌田さんにも同席していただきながら、今メッセージいただいておりますので、こちらで読ませていただきたいと思います。はい、ラジオネームカーリーさんからいただきました。ありがとうございます。今日は中秋の名月だそうです。夏木じゃないですね。綺麗なお月様見えてるかな、もし曇っていてお月様が見えなくてもスタジオで綺麗ななっちゃん見てる方たち幸せですね、ということでいただきました。ありがとうございます。続いてです、ラジオネーム、メッセージネームしまこさんからいただきました、なっちゃんこんばんは。こんばんは、今日はだいぶ涼しくなりましたね。昨日はパラバレーボールの練習頑張ったとか、チームメイトがたくさん集まり、なっちゃんチームが本当にできるといいですね、ということでいただきました。そうですね、皆さん最近私のブログで見ていただいていると思うんですけれども、うんうん、週に1回は必ず練習に行っているシッティングバレーボールでございます、うん、バレーボールなんですけれども、障害者の方もできるパラリンピックの正式種目の、パラバレーボール、座ってできる、バレーボールでございますけれども、それをですね今練習に育んで、励んでおります、それはですねいろいろ、健常者の方、障害の方、混合でできるスポーツなんですけれども、初心者の私でも座ってできる。私バレーボール部なんです。あ、そうなんですか。今ですねこのパラバレーボールチーム夏木、うん、チームメンバーを募集しておりますので、ぜひ皆さんふるってご参加ください。鎌田さんも入っていただけたら。全然。じゃあバレーボールずっとされてたんですか。はい、高校3年間。あ、素晴らしい。や、入っていただきたいですね。あ、はい、本当ですか。ただですね、普通のバレーボールと違うのはやはりあの足が不自由な方でもできるようなパラリンピックの正式種目なので、はいはいはい、座って行うのがルールなんです、うんうん、それで皆さんもねご存知だと思いますけれども、お尻臀部を地面から上げてしまったらブーッとございます。それが難しい。横の移動、後ろの移動、前の移動、すべて足使ってね、あと手とかの、 あの動きとかでも、はいはい、前後したり素早い動作が必要になったり。じゃあこうレシーブとかでボーンって転がっちゃったらもうアウトですか。あ、お尻が上がったらダメなんですね。なので足をこう、あのお尻をつきながらこう移動して打つっていう感じなんですけど、もう限られてる範囲。そうですね、なので、はい、あの初心者の方でも、うん、始められるスポーツなので、ぜひあの開会式でもね3年連続歌わせていただいておりますし、もっともっと、うん、バレーボールは知ってるけれども、うん、パラバレーボール、シッティングバレーボールはご存じないという方が残念ながら多いので、うん、私がいろんな方に広めていきたいなと思っております。その際もですね最近はこの、前回じゃないですね、以前あのグレートギデルさんがあのお揃いで、くださったこの岩下新生姜さんのですね、はい、あの T シャツをユニフォームにして今私練習してるんですけれども、こちら私の、とてもあの可愛がっていただいてグレートギデルさんが、お揃いで私プレゼントしてくださった、T シャツなんですけど、これを着ながら今練習頑張っておりますけれども、チーム夏木チームメイト募集でございますので、皆さんよろしくお願いします。いや、あのラジオでも毎週木曜日のレインボータウンヘムのラジオでも、こちらの、ね、インターネットテレビでも皆さんこうやって私が、させていただくことによってパラバレーボール楽しんでますかとか、たくさんね反響あるので、少しでも見ていただいている方、知っていただく方が増えてきたのかななんて思います。また鎌田さんもバレーボール本当の本当の経験者ということで。経験者で強そうですね。全然あのレシーブの時も可愛いんですか、こういう感じで。結構字が出ます。字が出ます、はい、字はちょっとわからないですけどいやでもね見たいですよね。ぜひ皆さん初めての方でも、私も初心者ですけども大丈夫でございます。ぜひチーム夏木チームメンバー募集中でございます。なんか、はい、大会かなんかあるんですか。あります。大会もございます。登録して、皆さんで大会出ていただくんですけども、やはりね私初心者なので1回だけちょっとだけ突き指しましたけど、すぐ治りました、うんうん、大丈夫です。テーピングもね、任せていただいているので全然大丈夫でございます、面白そう。もう楽しく皆さんでぜひパラリンピックの種目も盛り上げていこうという、をぜひ募集中でございますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今ですね食欲の秋でございますけれども、うん、先ほどね私は、いろいろ皆さんに美味しいもの召し上がりましたかって聞きましたが、鎌田さん、はい、どうですか。
あ、もうでもいっぱい食べてますよ。いっぱい好きな食べ物は。好きな食べ物ですか。あの和食がすごく好きなんです私。だからこの綺麗なお肌が。いや和食、和食の中でもどういうの。和食の中でもお魚とかがすごく好きですね。お肉よりはおこげ。おこげは好き。でもお魚とお肉だったらお魚ですか。お魚ですね。あ、私はやっぱり生肉が大好きでございます。僕知ってるよ。はい、馬刺し。あ、馬刺し、そうです。その通りでございます。ね、私は馬刺しとかレバー刺しとか、クジラベーコン。クジラベーコンあんまり好きじゃないですね。はい、あの生の刺しが好きですね。でもお魚の生の刺しも好きですけど、いいですね。お肉系の生はちょっと。ちょっとです。あ、かわいい。ちょっと私は野生的なので、いやきっと、はい、狩猟民族だったと思うので、過去もね。そうなんだ。はい。でもね、皆さんね、夏バテされて、うん、今ね、夏の疲れが出てる時期でもありますので、お野菜をたくさん食べていただいたり、お肉とか、栄養バランスを気をつけて、お食事をね、とっていただいて、あと睡眠ですね。質のいい睡眠をとっていただいて、うん、夏の疲れを乗り越えたいと思います。今ね、風邪ひき始めた方とか、夏の疲れが出てる方いますけれども、鎌田さん、こんなにも綺麗でお声も綺麗ですけれども、普段されてるケアとかあるんですか。あ、もう、うがいだけですね。もう、うがい、帰ったらとにかくうがいと手洗いは大切。でもこの間気管支にかかりました。あ、やっぱりでもね、自分の地声ではなく女性の声を出すわけですから、うん、普通の方より喉の、ね、ダメージありますよね。そうですね、すぐもうやられちゃうんで、うん、お酒も大好きなんですけど、 お酒飲むとほら喋っちゃうじゃないですか。私は無意識にやられちゃうからなるべく控えてます。じゃあデリケートな喉をされてるんですね。ね、本当デリケートな感じがしますけれども、いやでもね、誰も笑ってすいません、笑ってください皆さん。大丈夫ですか。いや、皆さんきっとね、デリケートでございますけれども、本当にね、素晴らしいゲスト今回お招きしましたけれども、ぜひカタカナで鎌田聖子、はい、鎌田聖子さんでございますので、はい、覚えて応援してください。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日は、9月13日、スペシャルゲスト鎌田聖子さんをお迎えしましたけれども、鎌田さん、お楽しみいただきましたか。もうすごく楽しかったです。結構辛口のお客様がたくさんいる中で、いやいや、もう脇汗じゃんじゃんかけてもでもね、辛口のお客様でも、はい、こんなに盛り上がって笑っていただいた鎌田聖子さん、これからとってもね、ご活躍が楽しみでございます。頑張ります。よろしくお願いします。もう今でも忙しいのに、これ以上忙しくなったら大丈夫かなと思うんですけれども、全然忙しくない。体だけ気をつけていただいて、はい、お互いに、はい、一緒に頑張りましょう。はい、頑張ります。ありがとうございます。毎月第2金曜日夜の8時半から9時半生放送でお届けしております夏綺麗のなっちゃんの素顔、この辺でお別れとさせていただきます。本日はスペシャルゲストに鎌田聖子さんをお迎えしました。本当にありがとうございました。来月は10月11日にお会いしましょう。皆さん、お元気で、またお会いしましょう。ありがとうございました。